日本文化紹介アガタジャパンチャンネル、マークです。今日の老舗の一品は豊島屋本店さんの金婚純米吟醸江戸酒王子です。王子慶長元年1596年創業、東京神田にある400年以上の歴史を持つ日本酒、清酒、白酒の江戸の老舗の豊島屋さんでございます。江戸時代には山なれば富士、白酒なれば豊島屋と歌われた有名なお店です。清酒金婚はですね、明治神宮様、神田明神様のお神酒としてお納めしていらっしゃいます。はい、というわけで早速飲んでいきましょう。今日も鏑木翔歩さんのこちらのですねグラスでいただいていきたいと思います。すごいこの特徴的な色ですね。これすごいですよね。なんかこうゴールドな感じが、白ワイン、シャルドネのこう味の濃いやつみたいなの感じがしますね。いただきます。おー、なるほど。これパリであのクラマスターっていう賞がありまして、それ2020年の純米酒部門でプラチナ賞を取ったんですけれども、ワインを感じるような酸味を感じる、甘みも後から感じるような、形で、そうですね、ちょっとこっち側の平杯で頂戴していきたいと思いますが、あー、なるほど、不思議な味ですね。なんかこれいろんな温度で多分楽しいと思います。冷やとかで飲んでもいいですし、今結構常温近くで飲ませてもらってるんですけれども、あのかなり特徴があります。ぬる燗とかでも酸味があるんで美味しいと思います。東京都のお米を使ってまして、江戸酵母っていうすごい珍しい酵母で醸してるので、江戸で作ってて、江戸の老舗が作ってますよっていうところで、まあ江戸王子っていうですね、江戸酒王子ということで来てるわけですけれども、で味自体が非常になんか特徴がありますので、一度お試しになられると楽しいと思います。キヌヒカリという東京の米を使っておりまして、精米部合は 60% の磨きでやっております。アルコール度数 13% ということで楽しみやすい度数かなと思います。うん、あ、すごい特徴的です。面白いな。ぜひですね、一度色づきも含めてですね、体験していただけると本当楽しいのかなと思いますので、一度飲んでみていただければと思います。今回紹介させていただいたのは豊島屋本店さんの金婚純米吟醸江戸酒王子でございました。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ。